イギリスの EU ・ヨーロッパ連合からの離脱が5ヶ月後に迫る中、現地の日系企業の関係者が物流や雇用への影響を避けるようイギリス側に訴えました。イギリス議会で開かれた日系企業と閣僚や議員との懇談会では、 日本側から製造業の部品調達の影響や移民の制限に伴う人材確保への懸念が示されましたイギリスにはおよそ1000社の日系企業が進出していますが EU との交渉で合意できないままイギリスが離脱すれば貿易や物流での混乱が予想されています。でここから先不安定になれば当然皆さん控えますのので、で、まあ、そういうい意味でのアラーミングをした これに対し出席したイギリスのハント外相は EU と自由な貿易関係を築けると自信を持っていると強調しました一方イギリスのラーブ離脱相は議会宛ての書簡で今月21日までに EU との離脱交渉がまとまる可能性があるとの見通しを示しましたしかし最終的に合意できるかどうかは不透明な状況です